ひともみさん、敵が戦域に入った、ゲージに備えろ。ということで、コルデッティ・バルドボー、ペアグレネードを使う。スペータマンやっていきたいと、我々がリードしている。ということで、今回使っていく武器はね、顔出して顔出して その距離は勝てないんだよね、私。こちらが主導権を握っている。おー、頭じゃないんだよね。マークスマンライフルのね、MK2 カービンというですね、クレイマーを設置する。こちらを使ってマジか。マジ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 、すげえこと聞かなかった。なんで後ろにいるんだよお前。この武器ね、ワンショット上半身から上を当てることができればワンパンで相手を葬れるのですが、いかんせんね、僕がこう下手くそなものでね、当たりしないんですよ。そう、感染僕が下手くそだからね、いくらこの武器がね、上空に味方の UAV、 強かろうがね、上空に敵の UAV、 当たりしないんですよ、ね、なんということでしょう。リロードする。とんでもないんですよ。グレネードを使う。味方が巡航ミサイルを発射した。どこですか。敵の巡航ミサイルが来る。身を隠せ。敵がいない。いや、いるんだ、こっちに。嘘だよね、当たるよね、ビビった。あれ、くねえ。あ、バカバカバカ、外だよ、めちゃめちゃ外だよ、ね、上空に味方の行方、レーダー操作を始める。よし、パーソナルレーダーによる護衛が可能だ。 UAV が離陸可能だ。はい、いつでも行ける。リロードする。我々のスコアが半分に達した。この調子だ。おいでおいで、いらっしゃいませ。あー、上空に味方の UAV。あー、そこだった。めっちゃ待ってるやん、めちゃめちゃ待ってるやん。そう、このね、この武器を使ってこの動画撮るの何回目かわからないくらい動画撮ってんの。そろそろね、終わらせたいの、気持ちよく。上空敵の UAV。 やばい、味方といると死ぬことはないんだけど、オッケー、やりきれない。リロードする。偵察機を要請する。エンジンがすごい止まった。了解。ジャガー30はパ、こちらジャガー30、了解だ。 UAV が旋回を始める。どこら辺がいいかな。あ、ここら辺。こちらストライカー3、空襲を開始する。よし、
上空に味方の UAV 直撃だ。オッケーオッケー、一人回ってきてるね、こっち。あ、そんなこと味方倒してくれた。いいよ、今回この動画このままこれで終わりたいよ、俺。気持ちよくね。勝って終わりたい。勝たしてお願い。あ、上か。おー、もう見て、見て、もう、ガン待ち。俺ら詰めすぎなのかさ。上空に敵のパーソナルレーダー、誰かが探知されてる。あー、それは下手くそすぎた、今のは。今のは俺が下手くそすぎた。上空に敵が。自動ドア、まあ遅い、この武器。ああ、ええー、なんで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 、強さをちょっと示したいので、使うとめちゃめちゃ強いんですが、流れはこちらにある。集中を切らすなよ。はい、え、嘘、マジ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 。あ、マジか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 。ワンショットで進めないとね、敵にこうやられてしまうので、ね、本当にこの武器でね、うまかったら無双ができるんですが、なかなかできないということで、挑む者に勝利あり。ということで、75対58ということで、こちらでました。この武器かなり強いです。皆さんぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございます。それではまた次回、お楽しみに。バイバイ。ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter の方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。